畑浅野家は草野陣やクラウドファウンディングです。2月5日月曜日からレディー4でクラウドファンディングを始めます。クラファンの目的は、浅野陣屋に残る札座の屋根の破風を直すための応急修理の費用を調達するためです。クラファンで集めたお金と私の手元資金を合わせて屋根の修理をします。 若狭野神社は山陽新幹線相生駅から西へ4キロと行ったところにあります。山陽高速道路で行きますと、辰野西インターチェンジで降りて、西へ5キロほど走ったところにあります。旗本浅野家の所領は、室町時代に東寺寮矢野の省でした。当時百合文書で有名な東寺寮矢野の省です。あの東寺寮矢野の省は、 はたもと浅野家の所領の中に含まれています。Google Earth で見た若狭の陣屋です。こういう感じで敷地はほぼ完全に残っています。南の端に札座と呼ばれる建物があります。この札座の屋根を補修したいというのが今回のクラファンの目的です。若さの陣屋の 中心部は北の方にありました。お城保安の方がここ回ってきてですね、で、ここ見て、旗本の陣屋って質素やなと言って通り過ぎますが、この下田という建物は、藩札発行のために作られたオフィス、事務所なので、贅沢な旗本の当主が住む御殿は、この辺りにありました。で、御殿屋敷とここにあった、 家臣たちの屋敷は明治30年代に取り壊されてしまっています。しかしながら、これだけ敷地が完全に残って、しかも旗本が建てた江戸時代の今から200年前に作った建物が現存しているということは、旗本陣屋の保存としては奇跡的にいい状態のものです。若さの陣屋に加えたときは、 札座だけを見るのではなくて、ぜひこの坂をね、こう上がっていって、今この辺りに菅神社とか薬師堂とか、あるいは浅野家の頃から祀られている稲荷神社があったりなんかしますから、この奥の方もね、見てほしいと思います。南の端にある札座北の方にある御殿屋敷跡です。この広場の地下に御殿屋敷跡が眠っています。菅神社は後から 移転してきたものです。旗本浅野家の所領です。この辺りが当時漁矢野の章,の章の中心部でした。当時百合文書に登場する当時漁矢野の章ですで。今回のクラファンのリターンに当時漁矢野の章を担保ウォーキングするという恒例者ものを準備しました。私、時々頼まれて、 ここをガイドして回るんですが、高校生と一緒に回ったり、歴史好きのですね、人たちと一緒に回ったり、高校の先生方をですね、案内したりします。今回、ガイド料は私はチャリティーにして、皆さんがクラファンに応募してくれた、そのお金は、できるだけたくさん、札ラザの修理に当てたいと思っています。ここ2、3時間かけてずっと回っていくんですけども、 古代の上理性とか、古代の古墳とか、中世の荘園とか、当時百合文書に登場してくる下戸井大酒神社、下戸井城、江戸時代の元藤浅野家の枠佐野神屋と、ここだけで古代中世近世と半日たっぷり楽しむことができます。結構ね、好評なんですね。ぜひ、今回のクラファンに応募して、リターンでここを 私と一緒に回りましょう。ところで、若狭の陣屋とか、掃除料矢野の章なんですが、行くのはね、結構難しい。というのはね、観光ガイドブックに載ってないんです。ルルブとか、ああいうのには全く載ってませんし、i o c が出しているですね、こういうパンフレットにもね、矢野の章とか、若狭の陣屋は出てこないんですね。若狭の陣屋はこの辺りにあるんですけど、 若狭の神社ね、載ってないでしょ。それから、この辺りが東次郎矢野の章なんですけど、ここが矢野の章だという紹介もないでしょう。あとね、i u 市内でね、発行されているガイドブックとしては、今お見せしてるのはこれですけど、愛 u 観光協会が作った、こういうのはあるんですけど、こちらにもね、若狭の陣夜も矢野の章も特に記載はありません。 だから、愛用紙で発行されているね、こういうパンフレットを見てもね、矢野の章にも若狭の陣屋にもたどり着けないんですね。じゃあ、当時上矢野章ってどんな本に書いてあるのかっていうとね、一つはね、これ、中高新書の荘園。おととしですね、新書大賞を取ったという新書の世界ではベストセラーになった本です。伊藤敏和先生の本ね、こういう本を読みますと、 矢野の章がいっぱい出てきます。それから、これは去年出たのかなムック本ですね。荘園で読むとく日本の中世。こういう本の中にもですね、矢野の章は何箇所も写真入りで登場してきます。この本ね、持ちながらね、あ、この本に出ている下地中文の線はここですよとかね、この本に出ている下戸井大酒神社ってここですよとかね、言いながら、 回っていきます。インターネットで調べるとすれば、どうすればいいかということなんですけどね。歴史をね、簡単に知りたいというのであれば、IOE 立歴史民族資料館のホームページに、常設展、矢野の章の移り変わりというページがありますので、これをずっと見ていってもらいますと、ちょっと大きくしましょうか。矢野の章の歴史がずっと出てきて、 ですねまあ、特にこの辺りですかね、矢野章の,の成立、当時百合文書と矢野荘、持藤恵老名氏がやってきたとか、持統海老名氏のねお宮が作られたとか、下地中文されたとか、まあ、当時百合文書では、当時と悪党寺田法然が争って、それに農民がどうですね、 絡んでいったとかそういったことが書いてありますで、ここに若狭野陣也朝の陣也の記述が出てきます若狭野陣也に勝ってあった武者門天蔵とか鳩本朝野家の当主が着用していた具足こういうのは今愛宵市立歴史民俗資料館に展示されています当時百合門ウェブという 京都府立京都学歴祭館が作っているサイトがあります。ここに、矢野の章を歩く。当時はどこを支配していたのか、現地支配の拠点を探せとか、中挟みとこは、ここにあるんだろうとか、なんで中挟みって言うんだろうとかね。このあたりに万んころがあったんですね。大木楼矢野の章の頃ね。で、当時、百合文書の中に、 矢野の章を下地中分した時の文書が残っていますので、これを使ってね、大学の先生方が、ここで下地中分したんや、ということをね、明らかにされています。で、その下地中分線はどこかということもね、一緒に歩いていきます。下沿いの大酒神社。当時、百合文書に何度も登場する。農民たちがここで13日港を開いた、というね、農民たちはですね、 当時と協調したり、当時と戦ったりしながらね、生きていたんだ、ということが当時百合文書に書いてあります。とまあ、そういうこともですね、旗本、浅野家漁、室町時代の当時漁屋野の章を歩きながらガイドするときにね、私が説明したいと思います。結構ね、話題満載でね、うん、面白いコースなので、こういうふうに 古代の古墳から中世の荘園、そして江戸時代のね、旗本、浅野家の若狭の神山で、日本史をね、一箇所で2、二、三時間歩くだけでね、全部体験できちゃうよっていうとこね、あんまりないんで、ここはね、有名ではないけどね、将来すごい観光地になる潜在的なパワーはあると思うんですよね。 ちなみに、大学の先生方はね、ここはね、歴史の宝石箱って呼んでおられます。どうして用医師って、ここを観光地にしようとしないのかなまあ、おかげでね、観光客が来ないから、静かな雰囲気が残っていてね、まあ、いいとは言えるんですけれどもね、先ほども言いましたが、IOC で発行されている、こういう観光ガイドとか、こういう観光ガイドではね、 若さの陣屋にも矢野の章にもたどり着くことはできませんので、こういう本とか、こういう本とか、あるいはさっき紹介したあいよい歴史民族資料館のホームページとか、あるいは京都府立歴災学かなの当時百合文書ウェブなどを見てやってきてください。というふうに、 ここってね、資料館レベルのホームページにはたくさん登場するところでね、かなりレベルの高い観光地であることがわかるでしょ。その代わり、ルーブとか、ああいうレベルの観光ガイドでは登場しないんです。だから歴史のね、好きな人。ゆっくり歩いて歴史を勉強したいわ、という人ね。ぜひぜひ、この機会、若さの人や、 のクラウドファンディングに応募して、でリターンで、ここをね、私と一緒に歩きましょう。まあ、4、5人でね、やってこられたら、一緒に案内しますから、うん、分担すればね、そんなに高額なことにはなりません。もちろんね、お一人で来られてもいいですよ。うん、ゆっくりね、一対一でね、話ししながらね、回ることもします。では、2月5日、月曜日。 クラウドファウンディングスタートですのでね、よろしくお願いします。